でこれからですね、シェアエコノミーっていうのはますます私大きく大きく拡大していく中で、提携をすることによってですね、より多くのお客様をですね、総合送客することを大変楽しみにしております。すいません、こちらもお願いいたします。お願いします。ファミリーマートの店頭に右手にご覧いただいてます写真のような鍵ボックスが設置されます。単純にその宿泊施設を作ることではなくて、地元の方と連携させていただいて、自治体様とも連携させていただく、ここが非常に今後重要になってくるんですけども、そこでもうすでに47都道府県で店舗を持ってらっしゃるファミリーマートさん、いろいろ教えていただきながら、我々もしっかりですね、貢献できるように努めたい。